え、俺男優じゃないんすか。ちげえよ。じゃあ始めろや。知るからでも何でも。知るからか。当たり前だろ。いや、2番目。今、サブリミナルジョイマンなかった今。なんだその反応は。美術館か。お、ニキ君。森本さんだ。え？あ、よかった。ニキ君じゃない。うわ、よかったもん。やっぱ A ですよね。やっぱ A ですよね。B のね、お肉はちょっと筋っぽかったですもんね。あ、芸能人格付けチェックじゃないですこれ。あ、そうなんですか。はい。あと、あんま僕で安心すんなよ。不安がれ。あ、そうか。すいません。僕が先に A にいた場合、ニキ君で合ってる？はい、ニキ君です。お願いします。お願いします。意外とここまでちゃんと自己紹介する人いない。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいですね。いないって、このスタンスのやつ。WBC の。今の日本すごいですよ。え、ワイドショー、ね、ワイドショー、この服装のやついないから。僕もまたしかり、いないから。この青と白を基調とした2人によるワイドショーないから。ちょっとやる前に、なんでしょう、ちょっと報告っていうか、まあ、ちょっとあのタトゥー入れまして。そう。え、いや、まあ、見えないっちゃ見えないんですけど、うん、これなんですけど。お前どこに何入れてんだよそれ。これあの忍たまのオープニングの山田先生だったって。夢はでかくなけりゃのとこじゃない。つまらないだろうでしょう。ね、そうです、そうです、そこずっと入れたくて。いや、まさに 100% 勇気だよここに入れるって。なんだその反応は。美術館か。絵画見てんのかてめえ。じゃあもう盛り上げるために、はい、モノマネなんか。えぇ、ー、ジャムおじさんね、うん、お、わかります。アンパンマンのジャムおじさん。それは分かってるんだけど。はい、モノマネします。お願いします。喋れや。すいません。お前何黙々とワンオペしてるジャムおじさんやってくれてんの。ちょっと、あ、見したいもあるんですよ。下手だなモノマネ。何、すいません、姪っ子がいるんですけど、結構お笑い応援してくれてて4歳。あ、嬉しいね。はい、あ、可愛い。今日タイマン森本出るってなったらめちゃくちゃ喜んでくれて。これも知ってくれてんだ、似顔絵。はい、そんなイメージあります。アジャコングじゃん。あ、そっか、俺一回アジャコング中身森本さんって言っちゃったんですよ。全然違うよ。はい、すいません。違う、森本慎太郎だから。あ、ごめんなさい。あの人下名前エリカだから。すいません。ガツンと言っときます。ガツンと言うなよ、4歳の姪っ子に。かわいそうに。問題外。問題外とか言うな。いいよ、別に。ありがとうね。あとじゃあ、モノマネ。なんで挟んだんだよ。当ててください。エリカ挟むなんて。すいません。当ててください、これ。あー、いいよ、いいよ。何のマネか。いいよ、いいよ。バナナに滑ってずっこける人、はい、惜しい、惜しい、違います。正解は、うん、あのスペックの蹴りです。は、脇の。わかるか、全く惜しくねえよ。すいません。確かに低い位置で蹴るけど、対花山薫戦な。はい、あ、何、ちょっと盛り上がるゲームしましょうか。盛り上がるゲーム、ね、絶対盛り上がるんで。王様ゲームしましょう、2人で。はい、参加人数2の王様ゲームやってみたかったんですよ。いきますよ、うん、王様だれだ。はい、ダブルで。はい、いやいや、僕もだよ。みんなが王様なの。やかましいよね。みんな誰かの下になんてつくなよ。それはそれで国が滅びるだろう、ね、みんながみんな王様、自分一人の王国大きくしようよ。え、別個の国ってこと。すいません、ね、いや、それを伝えたかったんですよ。なんだよそのメッセージ性、はにかむなよ。気まずいから、はにかまれると。すいません、ね、飲み物飲んでいいですか、話しながら。まあね、はい、あ、いいじゃん、カフェラテは、ね、どうですか、でも、うん、R1 とかね、うん、抹茶がすごい勝ち上がってて。そうだね、準決勝行って、ね、敗者復活もかなりいい戦。去年は一緒にね、戦ったもんね。そうそうそう、すごい、うん、エロ。愛してんのか、カフェラテ。壁ドンすな。
壁ドンで壁ラテ補給すんなよ。なあ、誰がキュンとすんだよ、それ。よくないか、これ。YouTube 的に。いや、別によくなくないけど、別に。普通に飲みます。いや、すごいっすよね。いや、ありがとう、それは。ね、セミファイナリスト。うるさ。こんなごくごくなるの、人って。え？アニメとかゲームの音、全然飲んでねえ。え？増えてねえか、むしろ。生成してねえか、口の中で麦茶。食の悪い。すいません、すいません。いやーね、ノート見ていきます。なんだよ、それ。何その宣言。え、そんなに？それネタ帳みたいなこと？はい、100個。100個ボケがこの中に入ってるってこと？はい、2、3、4、6冊に。マジで俺一番思ってたのは、何？やっぱ髪型かっこいいっすよね。いや、初めて言われたわ。髪型結構好きな芸能人結構いるんですよ。ホリエモンとか。ホリエモンでももう嫌な予感するけど。いや、でもホリエモンでも2003ぐらいの髪型が一番かっこいいんですよ。ピンとこねえよ。2001の時って思われがちですけど。じゃあその年代で注目してないから、おそらくだけど、はい、すごい挑発の時じゃない？2001とかって挑発でいろいろ買収しようとしてた時じゃないの？それ。そっかそっか。でもあんま好きじゃないですか。いや、挑発はそんなかな、はい、あ、マジですか。今のが書いてあったの。いっぱい喋りたいこと書いてるんですよ、ボケというか。あ、テーマみたいなことか。そうです、そうです。 あと、都市伝説みたいな、僕好きで。普通の国民には与えられない100万円札っていうのがあるんですよ。は？そう、あの有名な人の肖像画とかもちゃんと載ってて。え、誰の100万円って。誰？えなこです。コスプレイヤーの？それえなこの物販だよ、ただの。あ、だからその怖い話で言ったら、僕結構前事故物件住んでて。で言ったら、はい、で言ったらってあんたから全部言い出したんだろ。トークうまい人みたいな振る舞いしてっけどさ。それで言ったらさ、それ違う違う、あんたなんだ全部発信源は。そうですね。そうっすね、じゃねえ。で、怖い話行きたくて、はい、僕との対応ちょっとおろそかになってない。僕あんまもうコンボイと同じだ。センター分けメガネコンボイ。なんだよ。いや、ごめんなさい。ちょっと話戻りますけど、はい、事故物件住んでて、はいはいはい、一回見てるんですよ、完全に。え、見てんだ。そうです。そう。で、家賃5万ぐらいで。おお。だからまあ2号ずつですよね。そいつと。え、それもうルームシェアじゃん。はい。あ、そいつも払ってくれて。後半僕3でしたけど。ルームシェアじゃん。はい。なんでそいつはそんな稼ぎねえんだよ。なあ、何5000円カバーしてあげてんだよ。え、森本さんって健康とかどうですか、うん、ちょっと正直。でもね、はい、来週か、人間ドック初めて行く。はい、ね、僕でも正直ウォーキング最近やってます。あ、いいですね。はい、正直かは知らんけど。ウォーキングってただ歩くだけじゃダメなんですよ。あ、どういうこと？早く痩せれるフォームみたいなのがあって。あ、あるんだ。先生みたいなのを教えてもらって。消費カロリーをね、はい、高めるやつ。ちょっと教えます、うん。まず玄関開けるじゃないですか。うん、こうです。なわけあるか、お前。なあ、え、これ先生に教わったんですけどね。誰先生？悪い意地です。だからだよ。横柄な。なあ、自分が一番かのように。なあ、何のリスペクトもない他人に。これが一番いいって言われ、うん、これが一番いいって言われたんですけどね。悪い意地先生じゃねえか。なんかだから結構紫のジャージとかもらって。二代目じゃんもう。いや、すいません。今サブリミナルジョイマンなかった今。サブリミナルジョイマンが今。言ってないです、言ってないです。本当？はい。すいませんって言った？はい、言いましたよ。正直森本さんのことをめちゃくちゃなんか尊敬してるとこあって。本当ですか？だから言うんですけど。何？新しい言語を。は？もう？もうあれってね、正直決まるってなってから考えてないんですよ。え、これやばいんじゃないのこれ。だからダメだったらカットで。あ、まあね、はい、すいません。今サブリナルジョイマンあったよね。いや、誠に。それも怪しいね。誠にはまだどっちか分かんないけど、はい、すいません。あ、はい、謝罪だ。ちょっとダメだったらカットで。ちょっとこれに書いてきた。ずいぶん可愛らしいのに書いてきたね。はい、お、いや、ちょっと流せるか分かんないですけどね。分かんないですけど、うん、新しい言語は、はい、江野武です。どういうことだよ、江野武元年って。
たけしの絵ではないんですよ。たけしの絵ってなっちゃうと、うん、T になっちゃうじゃないですか。大正とかと被っちゃうんで。そういう問題？はい、履歴書とかに丸つけるときに。いいです。いいにしたいの？はい。その言葉じゃないとむずいだろ。毎回絵のたけし書くってこと？すいません。サブジョイ。サブジョイ？サブジョイで謝んなよ、お前。いやでもなんだろう。最近ちょっと。おい、本気出すんか、お前。メガネ外して。どうします？おい、本気出すの、こっから。いやでも老けたくないですね。あ、まあまあね、いつまでも若くいたいですよね。僕ちょっと最近目元、うん、あの意識してて、うん、結構目元変わったねって言われて。そうなんだ。あの人に似てるねって言われて。え、誰誰だったっけな。ちょっと待ってくださいね、思い出します。大丈夫？はい、大丈夫です。あのボンバーマン目の印象しかないけど、ボンバーマンにおいてはこれ以外見たことないから。ボンバーマン、その目以外の罰カッコつけんな。ボンバーマンごときがお前スナップされねえだろ。オフのボンバーマンこんな感じなんかい。結構ボンバーマンって結構危ない仕事してるじゃないですか。危ないどころの騒ぎじゃねえよ。嬉しかったりするんですけどね、そういう危険な。上からブロック振ってくんだぞ、もたもたしてると。タイマン森本、ゴールとかあるんですか？最終的にはこの人とやりたいなみたいな。こそ何ダウンタウンさんとかね。え、それはなんでなんでなんで。え、サブリミナルタイミングですよね。ダウンタウンさん、いけます？ツッコミ。いやもうそんな無理よ。でしょ？うん。一番自分が輝ける相手みたいなので言います。あ、逆にそういうことか。そうですそうです。出てほしい人で言ったら、はい、もう中学生さん、ね。それはなんでなんでなんで、うん。サブリミナルタイミングだね。そうですよね。自白前犯人。何？やべ。何？おかしくない？言ってからのあやべえじゃないの。もう来るっていうのが分かった上でのやべえってこと？真相。嘘。何？どうすればいいのこれ？何？え？誰に電話してんの？もしもし。うん。お母さん。は？今年。実家帰れなさそう。いや、まず救急車だろ。ごめん。なあ、またお好み焼きにプリン乗っけたやつ食べたかったな。キモい食生活してんな。何それ。大丈夫でした。は？すいません。大丈夫だったの？はい。今ので。こういう追い込まれた時とかに大事に持ってるもんちょっと持ってきてるんで、ちょっとごめんなさい、いいですか？お前今の見たらもうどうぞどうぞ。いいですか？おう、自分のこう精神を安定させるような。あの新宿駅とか駅の前とかで塩売ってる、うん、たまにいるね、まあ、言葉売りの三尾さんみたいなね、うんうんうん、挫折した時あったんですよ、うん、どうしようもない、うん、で相談したら、うん、あ、それだったらこんな言葉がいいよ。おー、いただいたんだ。何？あー、クソ、マジクソが最悪じゃん。もう言葉でもないよこれ。あともうこのクソの表記が違うのも気になるな。カタカナなのかひらがななのか。気づいちゃった。一丁前に見て。お前サブリミナルでっかちゃんやめろよ。どうするんだこの後、エンタの神様見たくなったら。サブリミナルでね。うん、そうだよ。あ、すいません。そしたら、あ、でも僕あれ好きなんですよ。何？TikTok のネタ。おー、はい、よく知ってるね。はい、コント、あれめっちゃ面白いですよね、はいはい、ちょっと見たいな。はい、見たい。いや、あれトリオでやるもんだけど、はい、ウィーの人。え、トリオでやるもんなんですか？そりゃそうだろう。じゃあ桜田くんとお抹茶がいないとできない感じ、うん、そうだね、一人じゃできないかな。あ、うん、待ちます。え、これのために呼び出すってこと？いや、ちょっと発想が金持ちの息子すぎるわ。来ない来ない、さすがにこれのために。お抹茶なんて越谷に住んでんだから。毎回上京してる。移動のファンみたいなことですか？移動のファンじゃねえよ、本来だったら近くに住みたがってる。、うん、かわいそうに。めちゃくちゃ突っ込むじゃないですか、うん、街歩いてて、うん、例えば出ちゃったみたいなのあるんですか？いや、わかんないけど、その、はい、ね、会話してる2人がいたとして、はいはい、います？いるだろ。なんでそのサイレントシティは。いや、いるかな。いや、だからその、はい、話してる2人がいて会話の断片が聞こえた時に、はい、いや、何の話だよそれみたいなのとかをちょっとこう、はいはい、ボソッとなんか
つぶやいたりとかはあるかもしれないね。確かに、うん、あそういうので言ったら確かにあるかもしれない。ある？はい、いくもある。僕もこの間、うん、歩いてて、うん、老人ホームって書いてて、うん、いやクッパ城みたいにって言いました。何ですか？全然違うわ。老人ホームっていうクッパ城みたいじゃないですか。そうかな、名前の付け方。あそうかね。老人以外が建てた名前ですよね。あんま老人は建てないからね。はい、建物そもそも。それはどうだろう。え、そこに一石投じられる？もっと説明してください。わかんないんで。いや、そんな説明したくもないよ、この話。なんですか、老人は？いや、老人が建物を作ることはあんまないでしょ。老人、もちろんメンバーにいる可能性もあるけど、なんで移動したんだよ。どういう100個目なんだよ。いや、もっと話したいことあったんだけどな。いっぱいあったね。例えば、じゃあ僕となんか話したかったことあります？なんで元気だ。おい、終わった安堵感で何腹式呼吸になって。いやそんなことないです。うわ、もうこんな時間か。どんな時間だよ、時計ねえだろ。ムラッとしてくる時間です。そんな時間あんのか。はい、ムラッとしなきゃいけない。しなきゃいけないことねえだろ、お前。男優でもあるめえし。え、俺男優じゃないんすか？ちげえよ。なんで男優でありたかったんだよ。じゃあ始めろや、知るからでも何でも。知るからか、当たり前だろ。うわ、ルフィ先輩厳しい。ルフィ的な感じで言ったわけじゃねえ。あ、そう、説教だよ、ただの。まあまあじゃねえ、セースな。なんだよ、すっごい言ってくるじゃないですか。なんで一瞬ミュートだったんだよ。すっごい言ってくる。嫁かわしゃ。なあ、嫁かわしゃ。旦那嫁の関係性かな。ありがとうございました。いや、こちらこそありがとう。本当にね、うん、一番優しい他者でした。何その言い回し。こっちっすか。うん、そっち、うん、おお、いや、あ、誰か、もっといっぱい行った方がいいよ。何、誰、修学旅行生なわけあるか。最悪のルートじゃねえかよ。何、タイマン森本裏で待機って。なんだ、いろんなとこ行った方がいいよじゃねえ。当たり前だろ。はい、ルフィ先輩。ルフィ先輩じゃねえ。すいません。じゃあもう、シャー。そんな意を決して帰るようなとこじゃないよ。